ルビー、町にいないということはまた一人で外に出て相棒のことを探しているかも。ガラクタアサリの護衛として私も共にいたんだが、いつの間にか一人で町を出るようになってしまった。変異体から身を守る魔道具や逃げる手段はあっても、それでもか弱い子供だからな。目の前にも似たようなのがいるぞ。ヨルバンが戻ってくるとは、小さいと侮ったが大した調律師じゃ。わしからも礼を言わせてくれ。ルビーもきっと喜ぶわい。お前にならこの鍵を渡してもいいじゃろう。仮想の鍵、魔石採掘場と鎖の塔の魔導扉を解錠するための鍵。これは魔石採掘場、鎖の塔、封鎖された危険な区域に入ることができる鍵じゃ。それとこのわしのホムンクルス、ハティという名の愛犬なんじゃが、この町に来る前わしは中層におったんじゃが、わけあって追われる身になっての、その時助けてくれた頼りになるやつじゃ。かわいい。わしのような老いぼれといて眠っておるより世界を見て回りたいじゃろう。きっと旅の役に立つはずじゃ。よければ連れて行ってやってほしい。このおててが本作最大の癒しと言っても過言ではないですね。ファストトラベル、ハティに乗り訪れたことがあるレストポイントへ瞬時に移動できる。それとマテリアルがあるなら店に来るといい。わしもこれでも魔道具技師じゃからな。きっと役に立てるはずじゃ。クラフトショップ、マテリアルを支払ってさまざまなアイテムを制作してもらうことができます。採掘場へ行けばいいんですね。閉まっていた扉のどれかでしょう。前回の動画を作ってみて、リップシンクは道中以外のイベントだけにしようと思っています。魔石の光が輝く限り手を止めるべからず、動けなくなるまで手を止めるべからず。その手がミリアスを支えている。ミリアス第一魔石採掘班班長、今みたいなところだけ唇を動かします。何もないところでは黙っています。ここも思った以上に煙が濃いようだ。口が動いているときは水を飲んでいるか、あくびをしているか、深呼吸をしているかですね。
後からナレーションを入れるのに唇の動きに合わせるのが大変だったのと、もともと喋っていなかったところでも何か入れたりしたくなることがあったので、多分アバターだけをじっと見ている人はいないと思うのでさほど違和感はないと思います。ここ最近はずっとアバター作りをしていました。なんとなくですが、プレイヤーの挙動を画面に反映させたくなって、パセリとかガリくらいの存在にはなるんじゃないかと思います。ただ VTuber の方なんかはアバターを使って歌ったり踊ったりおしゃべりしたり、それはファンの人と交流する、まさにバーチャルの肉体と呼べるものだと思うんですが、私の場合は自分の動きを画面に映すための入力装置ですね。キーボードやマウスと同じです。でもアバターを作るのはすごく楽しくて、どんどん時間が溶けていきました。最終的に3体のアバターを作ってあります。赤い子と青い子と白い子ですね。バーチャルの服屋さんとか髪の毛屋さんも見てると飽きないですね。やられました。洋服は一年中着られそうなのと季節物を少し買いましたね。髪の毛はしばらくは自作のこれを使って季節が変わるときに買おうかなと思っています。自分で作るのは基礎を覚えたい最初だけですね。こだわり出すとキリがないのは分かったので、どこかでラインを設けて手を止めないと。ショップにはいろいろな方の可愛い髪がたくさんありますし、自分程度の能力にすがるより絶対いい。初めて見る顔だな。変異体に襲われてこのざまだ。ライラックのことを知っているかと思ったが、当てが外れたか。調律師長なら知ってるかもしれねえが、仲間の数も随分減っちまった。お互い生きているだけで運がいい。ではもう一つ聞きたい。上層に行きたいんだが方法を知らないか。お前たちも目的地は同じか。仮想にいられるのももう限界が近いしな。そもそも中層に上がるには旧市街の大昇降機を起動する必要がある。旧市街の大昇降機、起動方法を俺たち調律師も探してるところでな。協力するなら俺のホムンクルスを託してもいい。いいの？ここまでたどり着いて生きてるってことは十分お前にかける価値はあるってもんだ。調律師ヒースより譲り受けた偵察監視用のホムンクルス。かつて魔術師の中にはフクロウを使い魔として使役していた者も多かったが、フロスト家の魔術師が没落すると同時に使い魔もホムンクルスへと置き換わっていった。自動で攻撃してくれるようです。本作は難しめのゲームなのでおそらく気休めでしょう。俺は壊れた魔道具を修復するために町に戻る。それじゃ頼んだぜ。
町に行くとヒースがいるのかしら。ストーリーの進行とともに人が増えたりするのかも。ダイナマイトガイがいますね。やっぱりこういうところでも下の方に敵がいる場合はマーカーを表示してほしいですね。ウォーカーマシンみたいなのがいます。ちょっと危険かも。壁ドンされる。ヨルバンに頑張ってもらって切り抜けます。フロスト家は没落したようなことを言ってましたね。伝統的な魔法が廃れていってこういう機械に置き換わっていっているんでしょうね。スチームパンクじゃなくてバイオパンクと言えばいいのかしら。ライラックはフロスト家の一族なのかしらね。なんかひときわいいお洋服を着ていますし、立ち振る舞いにも育ちの良さが出ているような。あと多分手が綺麗。採掘場の人なんかは手がボロボロだと思うんですけど、いや人なんかもうここにはいないのかな。ヒース、相棒がいなくても大丈夫かしら。右の部屋を通り抜けると近道ができるようになるみたいです。早速行ってみましょう。と思ったらボスがいました。採掘班の班長みたいですね。入り口のところでブラック企業のスローガンみたいなことを書いていた人でしょうか。ボスを倒すと浄化されて正気に帰りますが、この人を助けて大丈夫かしら。敵が弾を撃ってくるので、こっちもヨルバンを使いましょう。ガードを削ったら近づいて切る。赤い色は班長の証。しかし3倍速いわけではない。当たっちゃった。ただ第二形態はないと思います。普通の敵の色違いっぽいので中ボスなんじゃないかと。このロボットに乗って戦ってみたかったですね。スーファミの時代のアクションゲームなら大体そういう場面があったような。本作はソウルライクだからそういうのはないですか。誰もいなくなってもみんな仕事していたのかな。そう考えるとなんだかかわいそう。触れる。私は何を。人間への暴力行為は禁止されているというのに。採掘の仕事もない。私はどうしたらいいのだ。いや、こちらの話だ。これをお詫びとして受け取ってほしい。実験用増幅器。ホムンクルスの武装に組み込まれている装置。魔道具の発展ともいえるホムンクルスの魔力を増幅させることができる。仕事、仕事。時々、様子を見に来てあげようかな。変異体ってのは、みんな人間を襲うんじゃないのか。ひどい目に遭わせてたのに、なんで助けてくれるんだよ。
誰に助けられたんでしょうね。仲間になってくれそうなホムンクルスが近くにいるのかな。これはホムンクルスの墓。仲間たち、苦しむ声聞こえる。仲間、仲間、仲間。ジャンプ攻撃の後は隙が大きい。ヨルバンと違うのは衝撃波が飛んでくるところですね。何回か戦ってみて、衝撃波は動きを見るよりも音を聞いた方が避けやすいと思います。で、ヨルバンの攻撃は効果音が大きく他の音を聞こえにくくするので、私はあまり使いませんでした。音量は人によって違うと思うので、これは私だけの攻略法ですね。ここで切る。本当は銃撃を併用した方がいいんですけど、ガラム、ダウンしても硬いんですよね。これは何の花なんでしょう。花ってどうしていい香りなのかしら。虫を引きつけるため、お互い助け合うように進化してるのかな。人間は人間同士ですら争いをやめられないのに。狭い、まずいですね。ガラムの首に花飾りがついています。自分で作ったのかな。失礼ながらそんな器用なことができるようには見えないけど、誰かがつけてくれたのかな。今のところライラックが出会う仲間たちにはみんなあの女性が関わっていますよね。やっぱり彼女がつけてくれたのかな。花飾りは攻撃しないようにしましょう。ダウンを奪いそうなんだけど、なかなか近づけない。火柱だけでいいのに岩はいらないです。ここで下がって岩を避ける。なかなか難しい。このお墓はガラムが建てたのかしらね。人間はホムンクルスを埋葬したりはしませんよね。ここでずっと仲間たちを見送ってきたのかな。でも煙のせいで自分を見失ってしまった。危ない。煙はどうして広まったんでしょう。やはり誰かが意図的に。なんとか避けられた。回復しないと。回復動作中は無敵にしてほしいですね。回復しようとして連続で攻撃を受けてやられてしまうことがあるので。これで決めます。ダメージ覚悟で打ちましょう。触れる。ここは危険。町の住民は入ることを禁止されている。助けてくれてありがとう。ホムンクルスでも仮想深くには近づかない方がいいわ。危ない時は汚れのない白の魔法の花を探して。覚えるのは苦手。忘れないで
いられるだろうか。花飾り、受け取ってくれる。身につけていれば、きっと忘れない。あなたが困った時に、私も花のある場所へ助けに行くから。ホムンクルス、人間のため、働いた。今は、仲間、助けるため、働きたい。ホムンクルスのことを助けたいんだ。君の力を貸してほしい。世界一、かわいいおてて。ガラムと共に落下し、着地時に攻撃を行う。肉種の地面を破壊し、新たな道を開くことができる。静かで悲しくて優しい景色。大切な思い出は宝物。持ってないとダメ。忘れてもきっと思い出せる。いつもそばにいるから。それではここで動画を区切ります。またお会いしましょう。